guys! Welcome to TGK Light Up TV! ということで、今回は全然サッカー関係ありません。今日はですね、普段、結構ね、ボーイッシュっていうか、まあ、男なんじゃないかってよく言われるね、コメント欄とかでもよく来ますよ。こいつは男なんだ、女なんだみたいなね、コメントよく来ますけど、女です。で、普段ね、やっぱ男の子と間違われるぐらい、まあ、ボーイッシュな見た目の女子が、サッカー女子がこうメイクをしたらね、どれだけ変わるのかっていうところでちょっとやっていきたいと思います。このコロナの期間の時にこういろんなものに目覚めまして、あの YouTube でその全然興味なかったんですけど、ある YouTuber の人がめちゃくちゃ好きになって、メイク動画をね、その出してる人なんですけど、そういうメイク動画を見ていくたびに面白いなメイクって言ってちょっと興味を持ったっていうのが今回の企画の、やろうかなと思って一つの、なんだろう、きっかけっていうか、二つ目のきっかけは、あの今カメラでね、分かる人は分かると思うんですけど、ここ数日こうマスクをして外に結構いる時間が長かったんですよ、こういう感じで。そしたらこことここの色合い分かるのかな、カメラで見たら横から見たらすごい分かりやすいんですよね。分かります？マスク焼けめっちゃしてるんですよ。でこれを隠したいと、プラス、まあ、やっぱずっとね、日焼け止め塗りなさい塗りなさい言われてきてたのに塗らなかった結果、ちょっとシミっぽいのがね、ここの目元にねできてきてるわけだから、これをちょっと消したいなと思って、今日今実家にいるんですけど、あの女子力高めのね妹がちょっといるので、その妹のメイク道具を借りてちょっとね自分でメイクしていきたいと思います。ちょっと今までは本当に、なんだろう、あれですよ、眉毛剃りすぎちゃった時に自分で描いたりとか、髪明るくした時にちょっと色のあるやつで描いたりとか、あとはハロウィンとかの時にこう女子高生のコスプレみたいなのをした時に知り合いの人にメイクしてもらっただけなんで、自分でメイクするっていうのは今までなかったことなので、初やってみたいと思います。いきます。まずは先生、声出さんの声出さんの、まず何、ピンク、これですね。よくやった、 YouTube の人こうやってやったやこれ何、これなんすか、化粧下地、化粧下地です。これをどうするとどんぐらい、結構やこんぐらい、こんくらいを塗る、素手で私は民族みたいになってるけど、あ、トントントン、トントントンってやるの、言ってよそれ先に。塗り込んでいけばいいの、広げてって、あの初心者だからもうちょっとちゃんと丁寧に教えて。ファンデーションです、ファンデーション、これを塗る、全体に全部なんで、そんな常にすごい白くなるよめっちゃ白くなってるよ、ここほら、やめて、開くした、塗りすぎ、塗りすぎ、単純に塗りすぎ、薄くね、これ広げればなんとかなる、すごい哀れみられて見られてるんですけど、ケタ変わりだしたよ、またここ、ここだけ濃くなった、大丈夫これ、そんな、おでこに塗る、あ、そうそう、なんか、大丈夫これ、日焼けしてるからなおさらなんかちょっと気持ち悪い感じになってない、厚塗り感大丈夫、薄く広げなさいって、すごい肌が白くなっていっております。マスク焼けわかる、わからなくなったよね、バカ、バカにしてるよ、なんでなくなってます、あ、でもちょっとわかる隠れないと意味ないんですけど先生、ここどうしたら、濃くなったら、濃くなったらどうなる、どうにもなんないじゃん、マスク焼けは化粧でもどうにもなんない、あ、そこまで濃いやつしなきゃダメだ、もういい、全然ムラ、全然ムラ、わかんないよ、俺すごい、なんかここだけすごい黒い気がするな、気のせい、私も白くない、もういい、どう引いてるやろ、言って正直に、なんでやろ、すごい投げる、しまってないですよ、で、次、次は目、もう天然二人に消えてる、いいよ、フォークしていこう、ダークローズシャドウ、なんだけど、手使って、手使って、どうしたらいい、一番水色を、あ、よかった、
パンダ、パンダ出てきちゃった。切れた顔で見られる。これ、こういうこと？そんな顔できなくない？そうだね。右目だけ潰れないんだけど。なんでだってどうすんの？だってシワになっちゃうよ。これでいい？変わってない。変わってないらしい。このなんかこの残念な感じどうしたらいい？こっちはできるよ。こうでしょ。こう。そんな派手にできる？めっちゃ赤。いっぱい取ってしまった。さっきの野球二重幅、二重幅ってどこか、ここや。だって、うん、目つぶったら二重幅とか分かんなくね。こうかちょっと大丈夫これ、大丈夫これ、大丈夫じゃないよねこれ、大丈夫じゃないよね。なんかすごい病気みたいな人になっちゃう。大丈夫これ、大丈夫これ、大丈夫、大丈夫じゃない。これつけすぎてるよね、ここ外側。なんでそんな 目ができると。あ、うまい。なんかキツネみたいな目だけこうピッてしなった。こっちか。容量が分かんないからしょうがないよね。こんな感じ。うわ、バリ色濃くつくやん、これ。バカ赤いよ。うん、あとでね。ちょんってつけて。ちょっと待って、右目。抑えるしかない。その顔ができない。あ、そういうこと。あ、でも気持ち濡れてきた。あ、いい感じ。もう目を閉じないで塗るっていう荒技に出たよ。おお、目がすごいキラキラしてない。広げて。ここ塗るらしい。すごいことになってる。大丈夫これ。なんでそんな頭抱えてる。どういう話だった、どういう話だった。ここね、ここでしょ。ここに塗ったつもりだったらちょっと鏡をください。なんでこんなとこ、変なとこについてる。こんな。無言の圧なのでは、ずっとずっと無言の圧がかけられてる。なんで最初だけこんな濃くつくのこれ。最初撮ったりぼかせばいいのね。ああ。どう？あ、濃いのを持ってく。あそこら辺の常識をもっと教えてほしいわ。濃いのを持ってく。あ、単純に全部左が濃いような気がする。はい、できました。アイラインは。どうやって引く？全部引くか。うん。よく聞くよ、せっかい。あ、ついちゃったってぐらいがちょうどいいって、またその辺取った。そんな、あ、リキッドタイプってやつ、これ。専門用語だけは知ってるけど、どうするか知らない。ちょっと待って、じゃあ、どうする？どこにつけるの？お尻？めっちゃバカにしてるやん。ちょっと、難しくない？ここでしょ。こういうこと。うまい。
はい、完成。どう？いやいや、カメラで見えてるし。見せてきって、あ、見せて。で、マナ的には何点なの、この火のバージンメイク。100点満点中、言って言って言って。その20点じゃなくてプラス2点はどこにあるの？どのポイント？どのポイントにおいて？ちょっと前髪今日もちょっと気持ち悪いのは、お母さんに許してこよう。何点？自分でした、全部教えてもらって全部自分でした。やばくないって言われてる、ずっとねニヤニヤしながらね言ってくる。何点これ？何点？何点？何やで、可愛いか可愛くないかで言って。可愛いけど、可愛いけど、同じメイクでやったと。元の違いじゃない？それ作りの違いじゃない？この差ってどういうこと？何点この顔で、メイクの仕上がり的にうまい下手の10点満点、まあ、上手やけど、うん、見慣れてないけんすごいなそうらしい。オブラートに包んで言ってくれた。22点って言われたんやけど、一回落としてもう一回メイクしてもらいます。めっちゃ白黒だよ今。ここから下めっちゃ白くない？はい、黙ります。ディ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 ー、これ消すやつじゃないよね。それも下地？これ毛穴埋めるやつ。毛穴埋めるやつ。マスク焼けは毛穴じゃないから消えた？ちょっとわからんくなったくない？あ、そう？カメラ的にはめっちゃわかるよ。濃く焼けすぎなんだよそもそも。だってここほら、ここでしょ。あ、でもなんかぼやけていく感じが、そうそうね、確かにぼやけていく感じがする。肌白いいね。もっと白くなるよここから。こっちだけなんかめっちゃ怖いね。どうしたの？なんで？あなたがしたんじゃないの？開けても。怖い。怖い。怖い。いでん、いでん、いでん。怖い。いい？怖い。お前のとこがいいや。終わり。なんでそんな投げ、途中からすごい投げやりだったよ。どう？そうだよね。どうにかできるわけない。ちょっと前髪が気持ち悪いな。ちょっと置いといて。眉毛がねもう溶けちゃったから。どう？さっきと比べて。あ、いいよね。ちょっと肌が白いのは置いといて肌が白いのは置いといてよくない？あ、ビューラーしてないんや。ビューラーするの痛いもん、怖いもん。はい、完成。でねーん、叩かれんやろ。どがんですか？妹も別にひどくね。そのコメント皆さん禁止ですよ。じゃあちょっとお母さんに見せに行こう。あ、さっきより毛羽感はなくなって。毛羽かったらしい。ナチュラルっぽくなった。いい感じ。顔の色は、顔の色がめっちゃ白くない？そう、なんやけどまだ日焼けが隠しきれない隠しきれない日陰。そうでした。ありがとうございました。はい、ということでですね、メイクやっていきました。自分でやった結果はねすごい毛羽くなって、妹の評価22点ということで、妹にやってもらったらやっぱねちょ割といい感じになったんですけど、ちょっとファンデーションとか妹が持ってるものと私の肌の色だとどうしても合わないみたいで、日焼けの跡もがっつりこうついてるまんまになったんですけど、まあ今度はリベンジマッチは自分でちょっとメイク道具とかちゃんと買って、自分の肌の色とかに合うやつちょっと買って、日焼けとかも消せるようにちょっとやりたいなと思ってますが、第2弾があるかどうかはちょっとまだ分かんないです。はい、ということでね、たまにはなんかこういう動画も女子のね、あのサッカーの人たちに向けてっていうチャンネルなんですけど、まあ女の子のねそういうものに対してもちょっとまあやってもいいかなってちょっと思ったんで、試し撮りというかっていう感じになるので、もしよければねいいねとあのコメント欄で応援を応援をっていうかこうもらえば、ちょっと第2弾考えようかなって思いますので、ぜひ
あのサッカー以外の動画も見てもらって、やってもらったらいいかなと思います。はい、ということでですね、女子サッカーの、情報だったりとか、パーソナルの申し込みだったりとかっていうのは、下の方の概要欄の DM、 ツイッターの DM もしくは、更新の LINE アカウントから、行ってますので、こんな感じのコーチが来ますので、化粧はしていきません、すっぴんできますが、一生懸命ねサッカーの指導はさせていただきますので、ぜひね、気になった方は、メッセージの方送ってもらったらいいかなと思います。はい、じゃあ本日の動画はここまでです。よかったなと思ったらチャンネル登録といいねお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。 See ya!